You're listening to Shibuya Cross FM. みなさん、こんばんは。こんばんは。ここ渋谷公園通りにあります渋谷クロス FM のスタジオより生放送でお送りしております。爆裂女子の爆裂トーク。はい、私たちは1月7日にデビューした暴れまくりパンクロックをコンセプトとしたアイドルグループ爆裂女子です。主に都内を中心に活動しています。今日はですね、最後にいいお知らせもあるので、はい、最後まで見てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします、はい、でね、今日もね、ちょっと今はね、止んだんですけど雨が。差してる人もいる ね、傘。さっきまで雨が降っていて、渋谷ではね、そんな中に外に見に来てくれた方も本当にありがとうございます。ありがとうございます。Thank you。 国際豊か。 Thank you。 海外の方もね、ジャパニーズアイドルだよ、見てくれてる。そしてね、カメラの奥の皆さんも最後まで私たちがね、楽しいお話をいっぱいできるように、爆裂なお話をできるように頑張るので、最後まで見てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、はい、そんなこんなでこの爆裂女子の爆裂トークも今日で4回目です。はい、おー、4回目。あっという間ね、あっという間、うん、ね、あっという間だね。そうなんですよ。そう、あ、そういえば私たち5月の2日にグレートファッキンマイワールドの PV を公開したんですけど、はい、その再生回数が今6800回を超えました。本当、はい、すごい。そう、6800回、結構早いね。 YouTube でね、公開されてます。そう、あと3200回で1万回。そう、1万回早く行きたいから。1万回行ってる頃にはなんかね、いいお知らせもまたできるかもしれないので ね、皆さん、まだ見てない方はね、どんどん多分ね、結構ね、元気出る、ね、PV だし、ね、やっぱなんかさ、1万回再生をこうしてるとちょっと売れてる感が出るから。確かに。うん、なんかちょっとこうしたいね。いろんなPC とか他人の携帯とかで再生したら再生回数がカウントされて伸びるという形で、おかんとおとんの携帯に送って、おかんから友達に送ってもらって、どんどんこの広げていきましょう。チェーンメールみたいな感じになって、これを見ない。私はいつも送りつけてよかった。でも送りつけた。これを見ないと死ぬみたいな感じで、死ぬとか言っちゃいけないですね。皆さん、いっぱいいろんな人に送って、送りつけて、ね、再生回数を伸ばしましょうということで、ね、どうでしたか PV は。 PV の撮った時のなんか感想とか。超走った。走った ね、見たら分かると思うんだけど、めちゃくちゃ走りました。走りました、はい、あれだよね、ゆらちゃんとさ、私とかさ、靴がヒールだったから。そうなんですよ、走るのが結構大変で、ね、やばかったよね。結構みやこちゃんとうちのシーンが流れるんだけど、みやこちゃんがなんかカメラに集中してカメラを意識しすぎて4回くらいミスを出して、うち4回くらい全力でやばい、すれ違うシーンでね。そう、ちょっとやっぱカメラちょっと意識しちゃった。やっぱカメラ気になる。なんかカメラにどう映ってるか、なんかこうさ、意識してないとこ撮られると怖いから、こう意識してる間を決め顔をカメラにそうしてたら、ちょっと違いますって何回も撮り直せちゃって。カメラが映るとやっぱ人が変わる的な感じなところがあるんですか？いや、それはないんですけど。気にしちゃうんじゃん。そう、やっぱり映りを気になっちゃうよね。すごいね。でも、まあ、こういうね、芸能のお仕事をしてる人としては、まあ、いいんじゃない。ありがとうございます、ヒーラ先生。すごいなんか褒めたみたいになっちゃったんですけど。芝居スキルがちょっと上がったからね。これがちょっと、やっぱドラマとかの、そうだね、ね、来るかもしれない。たくさんね、まあ、なんかこういうの以外にも、何 MV ね、出てくださいって言ったら、全然受け付けるんで、みんな、ね、呼んでください。ね、そうだね。次はどんな MV とか撮りたい？どんな感じの？めっちゃいかついやつ。いかついやつ、うん、画質めっちゃ良くて、なんかめっちゃこう、レーザービームバーみたいな。あー、レーザービーム。パリピじゃん。パリピじゃないよ。なんか仮面ライダーみたいなのあるじゃん。なんかさ、わかる？あ、仮面ライダーのオープニングみたいな。あ、こう。オープニング、オープニング見たことある？仮面ライダーのオープニング、どんな感じ？なんかすごいかっこいい、火がボーンみたいな。あの爆竹みたいなの使いたい。なんか、バラバラドンドンドンとか、あとレーザービームわーなってて、なんかもうそっから火がブーって出て、ちょっとやっぱでもなんか今回の PV は
このみんながいろんな違う道から最初集まって最終的にライブハウスにたどり着くっていうのをやりたかったから、それでね、なんか普通の女子がライブで弾けるっていうのを表現したかったから、みんなオタクたちにも協力してもらってなんか飛び込んだりするシーンとかがずっとやりたかったから、それが撮れて結構なんか ね、オタクもなんか結構かっこいい感じでなんか映って、まあかっこいいかはちょっとあれかもしれないけど、一番かっこいいのうちらだから、うちらが一番かっこいい。でもシーンいいよね、こうそう、あのいい狭いライブハウスで飛び込んで飛び込んで楽しんでるっていう普段の映像を見せれたか、それが良かった、うんね、なんかあの日も大変だったよね。うん、そうだね。大変だった。まあバカリアコちゃんが泣いたり、爆裂トークだから爆裂の話をしましょう。アリちゃん、ユラちゃんも泣いたり。そうだね。泣くんだよって感じだね。上着忘れて、ね、上着を電車の中に忘れてるっていう。泣いちゃった。思い出すと病んでしまう。まあなんで泣いたかというとね、結構その。あの私たちはあの、まあ、PV をあの一番最後のところシーンであのライブ映像を使ったんですけど、まだ見てない人はねぜひ見てほしいんですけど、なんか本当に結構お客さんも私たちに向かってあの衝突じゃないなんていうんだ、当たってくれてるちゃんと、でそれを私たちもあの当たっていける感じが本当にすごい、私たち の、 あのライブは本当にいいところだなって思うので、あのなんだろう、でもね、よかったよ、あの涙がちょっとエモかった。本当によかった。あのなんか2人が泣いたことによるオタクのエモさが高まってあそう、うん、なんか盛り上がった気がする。いいでも泣いてた時笑ってたでしょ、うん、笑ってたそう、まあ、爆裂女子のね、いいところはメンバーが泣いてる時あの他のメンバー笑ってるっていうそうなんですよ、もう心配しない、面白いとそう、まあ、ある意味ね、まあ、すごいあの絆があるというか、まあちょっと、うん、ちょっと自分で言ってたら恥ずかしい。それがたまにだったらいいのに毎回泣いてるから、ね、またか。そうなんですよ、そうまたかになっちゃう。そう、まあそれがね、いいところでもあるしね、ね、いいよね、どうなんだろう、うん、はい、うん、はい、じゃあね、なんか見たことない人もいるから自己紹介しとく。あ、そういえばそうだ ね、 そうだね、じゃあどうする、じゃあどうぞ。私、ゆらぴこから言います。いつでもどこでもニコニコみんなのアイドルすいません、はい、いつでもどこでもニコニコのゆらスマイルです。ゆらぴこです、よろしくお願いしますみんなこれゆらスマイルできるようにしといて ね、 ねみんなのアイドルとかいつも言ってないでダメだよ、やっぱ恥ずかしさを捨ててそうだね、堂々といかない、堂々といかないと、堂々といけばよかった、はい、じゃあ見本を見せてもらいましょう、はい、お願いします、ボスに、はい、俺のものは俺のものをお前のものも俺のものレイちゃんです、しばくぞ、わーわー、俺って言ってるんですけど男なんですか、はい、そのキャラ女装してる男です、男の子キャラで行こうと思います、多分まだ来たことないって信じちゃうかもしれないけど、いやでも燃えるじゃん、フォロワーが増えるかもしれない、もしかしたら増えるかもしれないね、女性のフォロワーが増える、やっぱ増えるかも、じゃあ今日増えたら教えて、うん、男の子キャラで行くから今日からオッケー、オッケー、分かった、うん、じゃあ何キャラにする、え、うちキャラみんな何キャラなの逆に、ピコピコキャラ、ピコキャラピコキャラ、うん、じゃあ、まんじ、あ、でもまんじまんじだったらそういうことに思われちゃうか、ドンキョーデとか行くの、行かない、そういうのじゃない、全くまんじじゃない、じゃあまんじマークが好きってだけ、あ、うち、ミヤコンブキャラ、じゃあ今ハテナが浮かんだ人多分いっぱいいると思う。キャラ決まってないからどうしよう。はい、今日自己紹介考えたじゃんこの前。なんだっけ。でもやめた。一回やってみようよ。一回やってみよう。あんま、うん。うち忘れちゃった。トミコみたいなやつだっけ。あじゃ あよくね漢字を間違える人がいるから、はい、トミコでも。いく子でもありません、みやこです、よろしくお願いしまーすイエーイ、あ、いいじゃんほら、いいじゃん、うん、それか、みやこ、みや、みやこんぶにしよう、あ、いいよ、いいよ、それ、うん、しまります、もうよりやすいちょっといけてるの考えなきゃね、いけてるの欲しい、いけてるのがいいよね、やっぱりじゃあ、やっていつもみたいな感じで締めでない、えやったじゃん、考えたじゃん、なんだっけ、忘れちゃったやつ、どれ、ふぅ、どれだ、あ、私はもうあのちゃんとしたのないんですけど、
爆裂の夜行性追廃でテンションの浮き沈みが激しいリンです。よろしくお願いします。テンション暗い今日ね。そうなの、遅刻をしたからです。今日は4時に集合だったんですけど、私は4時半だと勘違いしてて遅刻してないのに、なんか自分の中では遅刻してないのに、みんな4時だしみたいになって、スタバおごれよみたいになって私この間遅れてスタバおごりました。スタバおごったから次スタバおごれよみたいになって、それ性格悪い人みたいな。もうやばい。あのみんな遅刻が激しいから規則として遅れた人はドリンクをおごるという規定があるんですよ、僕たちに。そう、それでなんか、まあラジオの日はスタバが近くて、なんかみやこちゃんこの間スタバおごったから今度うちもおごれよみたいになって、ちょっとはぁみたいなやつで、おごらないじゃんどうせけテンションが下がりました。まあ自分がいけないんですけど、はい、自分にイライラしちゃって、今すごい今もどん底に落ちてます。今も腹が立ってる。じゃあ、あげてきましょう。じゃあね、今日はね、こんなにね、いっぱいの人が来てくれたからね、あげてって、ね、あげてこ、最後までね、はい、楽しんでいきましょう。行こう。はい、ということでね、はい、私たちは4人で、あの、爆裂女子という、あのね、爆裂なっていうか、まあちょっと面白い、変わったような名前のね、アイドルグループなんですけど、ね、まだね、あの、今日まだデビューして、4ヶ月半ぐらいかな。そうなんですけど、そうだね、来月で5、あ、来月、そう、6月7で5か、そう、昨日はあのちょっと早い私たちの5ヶ月記念日もやったの で、 そうです、はい、後でツイッターも楽しみにしてやってた。記念日、シンス、シンス1月7から無限、シンス1月7みたいな、よくあの高校生がカップルがやるやつ、ね、そう、だからね、最後までね、見てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ということでね、そろそろじゃあ、はい、その今ね、話してたグレートバッキュマイワールドっていう PV、公開された曲を今から流すんでね、はい、皆さん聴いてください、はい、では、いきます。グレートバッキュマイワールド。
渋谷クロス FM。 はい、ということでですね、グレートハッキンマイワールドどうでしたか皆さん。イエーイイエーイ。そう、あのね、みも見てくれてる人わかると、あ、わかんないかもしれないんですけど、外の方もね、ちょっと踊ってくれて一緒にすごい盛り上がりだった、盛り上がってるのでまあね、ここね、渋谷でちょっとあの遠征とかね、してくる人とかも いるんですけど、すごい遠くからね、来てくれたりもするけどね、本当ここでしかね、楽しめないこともあると思うので、はい、渋谷に来た際はね、よかったら私たちのラジオも見に来てくれたら嬉しいです、うん、はい、ということでね、グレートハッキンマイワールドね、もう今4ヶ月目歌い続けてどうですか。とても良い曲だ、はい、とても良い曲、そうだ、良い曲素晴らしい、素晴らしい、まあ、グレートだからね、そうそう、素晴らしい、グレートハッキンって入って、この間ね、病んでる子がいてね、うん、そう、グレートファコのね、クソったれみたいなあるじゃん、がすごい病んでる時に聞くとすごくいいって言って、元気が出るって言ってくれた、やばい、じゃあオタクやったらこの曲、そう、これ聴いた方がいいよ、この曲は、あのうちらの気持ちが詰まった曲だけど、そうやって病んでる方にもね、おすすめ、病んでる時にこれ歌うと泣きそうになったりする、なんか、ね、思い返す、めんどくさい闇ツイートをする前にグレートマイファッキンワールド聴いてください、ちょっと間違えてます、ちょっと名前、グレートマイファッキンマイワールド、ファッキンがマイか、ファッキンマイワールド、確かにオタクはね、ちょっとすぐ病むからね、あのオタクすぐ病んじゃう、あの恋して病んじゃう、アイドルも病むよね、すぐ、うちらは憂鬱だから、こう見て、そうだね、そう、だからね、あのそういう時はね、この曲を聴いて、ね、みんなに聴いて、ライブに来て、ね、発散しましょう、ライブの時はね、そう、メンタルが大丈夫、あー、そうだね、ライブの時はね、みんなも多分そうなんだよ、きっと、ね、ライブの時はきっとメンタルは大丈夫なんだけど、一人になると結構病んじゃう人が多いからまあそんな時はね、気分転換にグレートハッキンマイワールドを聴きましょう、はい、なんかね、いいですよ、いいよね、なんか、なんかね、うん、そんな、いろんな、この曲がいろんな人にさ、こう、いろんな人がこう、なんだろう、元気になる歌になってくれてよかった、うん、ね、そうだ、うちらだけの気持ちの歌とかじゃなくて、他のそういうね、人にも助けになる歌になれたことが嬉しみですね、嬉しみ、どんどんね、そういう曲も増やしていきたいね、もっとね、そのうちね、自分たちでもね、曲ね、作れたらいいよね、もうね、アプリとかいっぱい今入れてやってんだけどさ、難しくて、まあ、そうだよね、やっぱあのパソコンがないとね、パソコン、そう、まあそっからだよね、そう、DTM を学ぶとこから始めないと、自分の脳内で浮かんだメロディーをもう曲にしてくれる機械とかあったりね、それが便利、あ、でもなんかね、そんな感じのアプリがあってやったんだけど、なんかね、ちょっと変、ダサいんだよね、ちょっと今度あのみやこちゃんに聞かせてもらいますね。でも一応このグレートファッキンもね、曲だけはね、作ってもらってね、メロと歌詞はみんなでね、やったんで、そう、そうなの、歌詞はみんなが書いたやつをまとめて作ってるんで、一応みんなが作った曲となってるんでね、そこにも注目して聴いていただけたらいいと思います。で、この曲が入った CD が、はい、そうなんです、なんと5月の3日からはい、私たちの初めての CD が発売してます、イエーイ、もう100枚売れて、100枚は売れます、あのね、ダンボールが私の家に3個届いたんですけど、まあ、簡単に言えば300枚そう、もう1つなくなって、2箱目ももう3分の1くらいなくなってて、はい、まあでも衛生用にもね、そう、1箱残してあるから、そう、名古屋とか大阪の人安心して、はい、待っててください、ね、だからね、もう100人、まあもしかしたら1人2枚とか持ってる方もいるかもしれないけどね、まあ100人の人がね、持ってくれてるって思うとね、めちゃめちゃ、ね、嬉しい、ね、嬉しいですよね、本当に、まあね、結構ね、あのライブ会場限定でもう再販がないと思うんで、はい、この CD はもうこの時しか買えないものなんでね、レアだよ、みんな広めるためにね、いっぱい買ってくれるのはいいと思うんですけどね、はい、自分で一人でね、買い占めてね、メルカリとかにね、出してね自分が得だけにすることはね、やめてください、まあでもね、そういうね、方ね、いないからね、私たちのね、うん、お客さんは結構本当に、あの、本当人に優しい、優しい、なんていうの、優しい現場だよ、優しい人が多いんでねもう仮にね、そういう人がいたらね、ちょっと
追放するんで。できん。できんします。だからね、まあ、まだね、持ってない方もね、ぜひ、あの、まあ、ちょっとライブ会場限定っていうのもあって、あの、今ね、遠征とかでね、まだ行けてないところには、あの、ね、ゲットできてない方も多分いっぱいいると思うんですけど、まあ、そんな方は、まあ、ちょっと待っていてください。ということで。売りに行くんで。はい、楽しみにしててください。じゃあね、次のコーナー、はい、行っちゃいます、はい、行ってみましょうか。私たちはね、コーナーがね、まあ、ちょっといっぱいあるので、はい、最後までね、ちょっと聞いてほしいです。じゃあ、はい、はい、じゃあ今月の爆裂トーク、イエーイ、爆裂トーク、はい、このコーナーは月替わりに爆裂女子のメンバーが爆裂のトークを繰り広げていくコーナーです。今日は誰がトークしてくれるのでしょうか。誰ですか。はい、誰でしょう。俺様だ。はい、このお姉様、俺様、俺様、俺様な人が、はい、俺様お願いします。お姉さんって言うわけないやお姉さんキャラ変質今日は激しいキャラ変、まあ、私はあの普段からあの爆裂してるので、はい、あの爆裂トークっていう意味の爆裂はあんまないと思ったんですけど、うんうん、あ、そういえばあの中学生と、はい、中学生の時期ってやっぱ皆さん中二病というのは一時期経験するじゃないですか。まあ通ってしまいますよね、常に中二病。この僕もやっぱ中二病発症した時だったんですけど、今じゃない、まあ、今は今は中二病じゃない今違う、今は違う病、今は何病、今はあれですね、中三病、中三病ぐらい。そんな病気ないその中二病が一番痛い時期がですね、はい、中学2年生ぐらいにザ・アニメとかがやっぱ好きになって、はい、なんかちょっとなんかこういう渋いセリフとかなんかちょっと痛い、怪我してるとかかっこいいと思ってた。あー、わかる。包帯とかかっこいいって思うよ、なんか。わかる、眼帯とかね。だからそう、なんか眼帯が僕はすごいかっこいいって思う。あやっぱ、だから、なんか怪我してないのにあの眼帯をこう、常にこっちだけ眼帯をするっていう時期があって。え、それどのくらいの期間さ、つけてたの。いや、結構あの毎日のように眼帯を。いや、それはやばい、それ見えないじゃん。お前なんか、クラスの人になんか目とか怪我してんの。いや、怪我してない。あ、それはちゃんと言うんだ。怪我してない、これパッション。あのこれからあの私からこの眼帯ファッションっていうのが流行ると思って、で、あの眼帯クラブというものを勝手にあの結成してまして、まあ、メンバー一人、あのもう一人しかいない。あ、二人いるの。二人しかいない。誰もう一人。もう一人友達と一緒に眼帯クラブと。その子も眼帯つけてるの。眼帯こうつけて、やっぱこうガーゼを入れると見えないんですよ。あ、見えないよね。一人にバンバンぶち当たるんですね。え、ダメじゃん。だからこうガーゼを取ってこうやるとあの割とちょっと見える見える。っていうのをやってたんですけど、やっぱちょっと高校生、あ、結構続けてたんですよ。なんか。まあ、たまにあのちょっと見えづらいなってこと言ったけどやめてよ、うん、割とあの眼帯クラブは長く続いたんで。でもやっぱりちょっと高校生になったら、うん、なんか入学したてだとやっぱ先輩とかの目があるじゃん、うん、あるで、ちょうどあの眼帯で僕は M 字番組みたいな髪型だったんですよ。いや、すごいね、キャラが濃すぎる。鼻の横の下ぐらいまで前髪伸びてたりとか、かゆくて鼻の横お鼻の横常にかゆくてめっちゃかいてたんですけど、悪の人じゃん。やっぱちょっと先輩とか怖いギャルの先輩とかに、うん、ちょっとあの子前髪変じゃないみたいな聞こえまして、あ、ちょっと変なんだなと気づいて、前髪をいやパッツンっていうか普通に切って、うん、あ、ちょっと眼帯もちょっと痛いんだなって気づいて、やめようって思いました、うん、あ、治ったん。それいつなの結局。いや、高校1年生くらいになったらちょっとやっと卒業すぐ3年間くらい続けたってこと。中学2年生から高1まで眼帯クラブ結成してたんですけど、やっぱみんなもう一人のメンバーもちょっと違うと、これは気づいたんだ。これ違うと気づいて眼帯クラブは解散した。え、解散した後も仲はいいの。ちゃんと、まあ、仲はいいよ。すごい、よかった。え、それを継承する人はいないの、もう眼帯から。まあ別に継承してもいいよ、みんな。したければ。まあでもね、その、まあ眼帯をね、することとかはいいと思うけどね、やっぱね、人にね、迷惑かけちゃダメだよね。その、当たったりとか、あの、ぶつかるわけでしょ。視力落ちるよね。あ、そう、視力が割と落ちた気がする。左目。ね。あ、そうなの？じゃああんまり悪いの、こっちは、左は。うん、あんま分かんないじゃん。はい、あんま分かんない。まあみんなで、ね、通る道だから中二病というのは、うん、みんなのね中二病はどんな感じ？ゆらちゃんとかあるの？中二病ちょっと聞き。私はね、やばかったと思う。あ、中二病、え、やばかった。あの友達とかに対してじゃなくて、うん、まあちょっと今でも結構親に本当に
申し訳ないなって思う。反抗期じゃね、反抗期だね。あれ、それ中二病じゃないの、反抗期じゃない、それは、うん、あ、そうなの、反抗期。あ、でもそうか、ゆらちゃん、まあ、アニメ、あ、でもワンピースとかに影響されてさ、なんか手にバツ書いちゃったとかないの。あ、それは1年前ぐらい。あ遅れてます、この人、中二病。なんか、だからそういうのとかないの、なんかワンピースのこれに重ねてみたいなとか。え、全然わかんないかもしれない。あ、やっぱ結構本当に中学生の時は真面目だった。あのスカートもあの絶対折らない、折らないし、うん、あの髪の長さもちゃんと、なんていうの、揃えてたっていうか、前髪もちゃんと揃えて、眉毛も剃らない、眉毛も剃らないから眉毛ボーボーだったし今みたいにピチッと、ピチッとしてない、ピチッとしてた、ピチッとしてた。あの全部シャツをインする。体操着もあの私吹奏楽部だったんですけど、先輩がなんかまあ、まるまる、まあ私の名字まるまる入れパンしろよみたいな、女の先輩だよ、なのになんかいじめかわかんないけど、まるまるお前入れパンしろよみたいな、めっちゃ揚げパンしてそう、そう、めっちゃ揚げパンさせられて、めっちゃ今で揚げてそうそう、入れパンさせられて、めっちゃあ、まあそういう感じで、あの真面目でしたね。じゃあ、まあ中二病とかではないんだね。あ、残った。反抗期はいつ来たの。反抗期はその中学2年生ぐらいの時に、あのまあちょっと親にもうちょっとうっせえよクソババとか言っちゃう。ゆらちゃんがクソババって言う、言っちゃいました、すいません。もう今見てくれてると思うんですけど、あの本当にあの時は本当にすいませんでした。はい、はい、はい、家帰って怒られる。みーちゃんなんてずっと中二病でしょ。ずっと中二病や。え、いやでもマシになってるよ今。じゃあひどい時はなかった。ひどい時は私すごいそのジャンプ系のアニメが好きだった時があって、そう、なんだろうな、ナルト、あのナルトもそうだけど、銀魂とかブリーチとか、うん、その頃流行ってた、そうアニメ、ね、ね、そのアニメが好きで、なんか技とかあるじゃないですか、まあ、例えばブリーチだったら、ブリーチだったらなんかこう残魄刀っていうこの刀があるんですよ。刀の名前とかを、あの私テニス部だったんですけど、そのテニス部のラケットにラケットにその刀の名前名前をつけて、なんかこう怖い、ブリーチごっこしてたとか、あの帰り道に4人くらい女で帰るんですけど、女で帰る、その女の中で、まあ、私は何々のキャラ演じるから君はそのキャラ演じてみたいなやつで、もうその人、そのキャラクターが演じる言葉遣いとかをしなきゃいけない、それで喋んなきゃいけない、もう自分がそのキャラに慣れきらなきゃいけないっていう遊びをしながら放課後帰ってました。え、怪我とかしないのそれ、え、なんか人にぶつけそうじゃない？ぶつ、大丈夫、ラケットは傷ついちゃう。ラケットは傷つく。ダメじゃんそれ。ダメじゃん。でもうちそう強い。なんか自分はこう二次元にその頃行きたくすぎて、なんか私は死んだらあのソウルソサイティっていうブリーチのね、多分内容ブリーチ知ってる人は分かるんですけど、何そのブリーチの暗いやつ。そう、あの死んだ魂が行く、まあ、天国と地獄の間の世界がソウルソサイティっていうね、魂が流れ着く場所があるんですよ。そこに私は行くんだとか言って、もう私は早く死んだらそのソウルソサイティで何々隊長の元で働くみたいななんかそういう入り込みすぎでしょ。ソウルソサイティに行っても隊長になるとは限らない、うん、いやなフォローかもしれないフォローっていうのはなんかそのね、悪霊簡単に言えば悪霊フォローだよ多分。やだよフォローはそうだから今でもね、たまにね、私はこの世界にどこかに絶対そういう世界があるって思いながら生きてるんで、はい、おー、なるほどね。そう、まあ、どういう世界があるかはちょっとわからないけど、そうきっとね、悪い例はね、そういうイチゴがね、助けてくれると思うんで。イチゴ、そう、主人公。あ、主人公。そう、ヤコちゃんはもういろんな中二病がありそうじゃん。いやでも、うちはね、ひどい時は、まあ、ディグレーマンがめちゃくちゃ好きで、そう、ディグレーマン、そう、ディグレーを見て私漫画家になり、こう話変わっちゃうけど、そう、漫画家になりたいって思ったくらい、ディグレーがもう本当に大好きだったのね。どういう漫画なのそれは。え、それはエクソシストの話中二病
中二病や、エクソシスト。ジェイグレもジャンプだから。なりたかった、エクソシスト。なりたかった。うち、あと夜寝る前にこう、呪文じゃないか。怖い。哀れな悪魔に魂の救済をって言って、なんかこう、色技の名前とかあるから、そこう唱えたらうちも、なんか主人公のね、アレン・ウォーカー君みたいにね、こう手がね、手が変化する。そう、なるんじゃないかって思って夜唱えたり、あと、変化した。なんか、ダメだった。ずっとこう寝るとき、こう二段ベッドの上でこうやって手をこうやって眺めながら唱えてたんだけど、ダメだった。そう、で、なんか、変にさ、なんか目立ちたがり屋なとこがあるの。変なところ。隠れたい割に意外と目立ちたがり屋とこがあって、なんか、その、なんだっけな、数小学校かなの時に、なんだっけ、学芸会みたいなのあるじゃん、うん、があって、それのなんかオーディション、悪役のトップのオーディションがあって、それ受けたの。でもなんか受けた人がめちゃくちゃ多くて、でしかも学年全員の前でやらなきゃいけなくて、セリフを、でそんなこと知らされてなかったから、なんかセリフも何にも覚えてなくて、もう最悪だから、そこいる時にずっと心の中で呪文をね、また唱えてね、これでみんな学校の人死なねえかなって思いながらね、ずっと唱えてた。やばいね。それやっぱね、オーディションの時にやっぱ呪文唱えた方がよかった。下悪役になれた方が。ああ、確かに。逆にディグレ、アレンだっけ、アレンの人。いや、じゃあディグレはちょっと推しが決められないんだよ。みんなが良すぎて。そう、神田優とかもみんな、ね、神田人気だいいよね。そろそろそうだ、ラビも可愛い。まあちょっと漫画の話までいろいろしてしまったんですけど、止まらない止まらない。まあ私たちはね、楽屋の方が面白いって言われてるので、まあ楽屋にいつかとか、あ、それはね、ないけど、そういうのはない、やってないんですけど。そうだね。もしかしたら売れたらプレミアムチケットとか言って楽屋潜入できるかもしれない。 ね、 ね、よくやってる。なるほど、そうなんですね。ということで、あ、そうだね。一番この爆裂女子の中で新しい曲があって、それディストーションっていうんですけど、ちょっと中二感もあるしね。そう、だからもう大好きなんだよ、うん、私特に大好きなんだけど、ね、結構振りとかも面白くて、はい、イケイケな曲なので、はい、ぜひ聴いてください。はい、はい、それでは聴いてください。ディストーション。
いてもらった曲はですね、爆裂女子でディストーションという曲でした。はい、はい、かっこいいです ね、 かっこいいね。本当ライブでねやってもねすごいね盛り上がる曲でね、本当あのまだライブに来てことない人はぜひ遊びに来てください。はい、はい、待ってます。ということで、はい、私たちはコーナーがまだまだたくさんあるので、まだまだではないですね、まああるので、はい、次のコーナーに行きたいと思います。爆裂女子の爆裂相談室、イエーイ。はい、このコーナーは視聴者さん、さんの視聴者さん、なんかもうわざとかってぐらいここいつも感じちゃうんですけど、はい、視聴者さんのですねお悩みを爆裂女子が爆裂に解決しちゃうコーナーです。おー、はい、事前に募集したお便りが早速届いてるので読んでみましょう。はい、それではレイちゃんお願いします。ペンネームクローバーさん。クローバーさん、ありがとうございます。女オタです、女オタです。爆裂女子のメンバーはみんな可愛いですね。そうですね、私はメイクが苦手なのですが、みんなのメイクや美容法が知りたいです。教えてください。そんな声なのかな、その人。クローバーさん、こういう声だと思う。女の子、そうだ、女の子、かわいい女の子が見てる、ね、みんなのメイクや美容法が知りたいらしいので、どうぞりんちゃんから。あ、美容法ですか。あ、メイクの、こう、これでもいい。あ、私もあのメイクそんな得意じゃないんですよ。得意じゃなくて、特にないんですけど、私あの、チークを濃いめに1センチぐらい使うんだ、チークを。チーク、練りチーク、キャンメイクの練りチークをここにやっとけば、とりあえずあの血色が、香りの血色良くなってちょっと可愛く見えるかなって思って。チークを1センチぐらい使うんだ。それしかないです。すぐなくなっちゃうよね。そうそう、なんかえ、あれさ、キャンメイクなら1個消費するのどのくらいかかる。3日だべ。2ヶ月ぐらいあって。でも2ヶ月くらいあれば多分ね減るんですよ。それはモンスターだから。私持ってる化粧品全部安いものだから、コスパですね。売れたら高くなろう、うん、高くなろう。売れた。え、でもね、りんちゃんはね、結構ね、チークがなんか印象的かも。りんちゃんのメイクポーチの中にね、JK のメイクポーチ。お、JK いるから。そう、今ね、JK が来てくれてるから。もしかしたら持ってるものたくさん。全部1000円以内で買えるコースに入ってなかった。わかんない。もしかしたらあの JK たちのがね、いいもの持ってるかもしれない。そうだね。じゃあ、そう。ね、次は。じゃあ、誰、みやこちゃんの。私は、あ、結構ね、メイクオタクっていうか、あの、美容っていうか、なんかそういうの大好きだから、よく調べたりするんだけど、メイクのポイントは、とりあえず目を垂れ目に見せることです。メルティー、なんだっけ、メルティー顔だ、メルティー顔を目指しているから。溶けてんだよね、顔が。そう、顔が溶けてる。顔が溶けてるの。え、どういう感じにしたらそうなるの。え、目尻を、もう重め、もうアイラインもなんかね、いろいろやってみたの。釣り、なんかはあのさ、一時期さ、跳ね上げラインとか流行ったじゃん、猫メイクみたいなやったんだけど似合わなくて。そうだ、垂れ目を徹底しようと思って、こうまず下げるのね。で、ここをちょっとやりすぎるとモンスターになるんだけど、ちょっとだけこう、わかる、描いてるの。またさらになんか三角が描いてある。そうそう、なんかこういう風、なんかこうアイライン垂れさせて、さらにここに。あ、でも最近それ流行ってる。流行ってるけど、やりすぎちゃうと結構やばいじゃん。だからちょっとだけ気持ちシュッてやって、で、目尻も濃いめのシャドウでこう とにかく垂れさせるように意識してます。それは何、アイラインでやったりするの。あ、そう、アイラインで目尻はちょっと濃い系の茶色のシャドウとかを塗っております。じゃあちょっと私のもちょっと今度やってほしい。オッケー。でもなんかちょっと新鮮なのかと一瞬。で、なんかゆらちゃんはなんかさ、結構さ、跳ね上げとかのが似合いそう。確かに。私は、あのしてるメイク。あ、今日はちゃんとしてきたよ。昨日のが濃かった。あ、ほんと、うん、え、昨日と変わらない、うん、あの、昨日のが濃かった。メイクのあのやつ、結構最近お客さんがくれるんだけど、男の家のお客さんがくれるんだけど、うちキャンメイクのメイク。いいな。なんかそれで最近ちょっとあの濃く、なんやってみたりとか、そう、使ってみたりして、なんか結構ね、あの、なんだろう、まあ、自分ではちょっと、あ、なかなか買わなくて、あのチークとかも、あの前あのメンバーがくれたあのギル・スチュアートのチーク、あれ2年ぐらい使ってて、そう、あれ多分賞味期限とかあるんだけど、化粧品で物持ちがいいから。結構もうあまり良くないっていうほど、あまり化粧品
を使うことがないので、ぜひメンバーの皆さんに教えてもらいたいなと思ってます。今度やってあげるやつやろうよ、メイク。本当にやってほしい。ゆらちゃんに当たったらメイクめっちゃ薄くされるでしょ。あ、どうしよう。じゃあさ、あれだよ、みんな一人一人さメイクして、それ写真撮ってさ、なんかこれリンがやったメイク、レイがやったメイク、ミヤコがやったメイク、だってすっぴんじゃほぼゆらちゃん乗せてあげよう。でも私人にメイクやるの結構できる。あの前ほらやってたからちょっと。じゃあうちらがゆらちゃんにメイクしてあげるから、写真撮ってツイッターにあげよう。あ、そうか、うちらそうだよ。もう全部、もううちら3人がゆらちゃんに日替わりでやればいいんだよ。そうそうそう、 YouTube とかで載せよう。今日はレイちゃんのメイクをしてみました。あ、レイちゃんがゆらちゃんの顔を描いてみました。お、やった、やってみた。やろう、やろう、ね、やりたい、やりたい。じゃあお願いします、ね、はい、レイちゃんは、レイちゃん、僕は涙袋がないから、涙袋に口紅を塗って赤みを出して線を引いている。あ、そう、そう、赤くするといいんですよ。す、結構あれだね、発色いいからね。独自で開発した涙袋メイク。お、いや、これはね、この続きはこちらの URL で。どう、どう、どう、も詳しく聞きたかったらやっぱ交流タイムとかだと詳しく聞けますよ。ライブに女の子ね、そうだね、来て、そう、ライブにね来てほしいね。すごいね、嬉しいね、女オーターですって書いてある。めっちゃ嬉しい。どこ行ってるんだ、メイクの話なんて話し始めたら一日中話せる。そう、ね、次のお便りに行くか。はい、そうですな、読みましょう。じゃあ、みやこちゃん、はい、行きます。ラジオネーム犬さん、ありがとうございます。ワン、はい、いきます。爆裂女子としてデビューする前から激しいアイドルとして活動されていますが、メンバーの皆さんがアイドルになりたいと思ったきっかけは何ですか？またその頃思ってたこんなアイドルになりたいっていうイメージとは近いですか？よかったら教えてください。はい、はい、じゃあリンさん、ね、深い質問、結構ね、いい質問だね、これは。じゃあ、どうぞ、リンさん。はい、私がこの中、あ、この世界に入ろうと思ったのは、やっぱり昨日ね、横浜アリーナでやったビッシュさんが一番結構、はい、多分決断をさせてくれたアーティストであって、私はそう、なんか結構バンドとか好きなんですけど、アイドルも好きだったんですけど、でもなんか自分はこういうアイドルできないなって思ってたんですけど、まあ、ビッシュさんを生で見た時に、私もビッシュさんみたいになりたいと思って、まあ応募しようと思って、どっかにアイドル。でもその頃にはね、ワックオーでやってなかったんでね、激しいアイドルで募集してたんで、じゃあ激しいのは私しかいねえだろうと思って、そう、募集したらちょっと受かってね、この世界に入り込んできてね、そう、このね、なんか楽しい世界ですけどね。なんかこんなアイドルになりたいってイメージとは近いですかって言われて、なんかあれですね、まあ、じゃ徐々に近づけていけたらいいなって思います。まだまだ程遠いんでね、そんな感じです。まあね、そうだね、そうだね、そういうのがあったんだ。じゃあ、みやこちゃん。私最初、まあ、アイドル普通にこう身近によく聞いたりとかしてたんですけど、最初は私そうずっと漫画家になりたいって思ってたから、そうあんまりそこまでアイドルってことがこう視野に自分がなるなんて思ってなくて、でもなんか友達に一回誘われたんですよ、やらないみたいな、うん、そこからやらないって言って、でそれで別にやらなかったんですけど、なんかその時に結構いろんなのを聞くようになって、それでまあ、グードロとかに出会った、こう見て、あって思って、とりあえずなんかその時漫画家になるっていう夢も結構ちょっとフラフラしてて、で変わりたいって気持ちが大きくてはい、ちょっと、あ、時間がちょっとやばいそうなので、まあ、詳しくはじゃあ、はい、はい、うちも長く話しすぎ、私はやっぱり目立つのが好きなので楽器も弾けないし、アイドルやりたいと思いました。あ、はい、まあ、そんなこんなでね、はい、こんな激しいアイドルになるとは思ってなかったんですけど、まあ、キラキラ系になるとも思ってなかったんで、まあ、自分のやりたいことができて一番だと思います、うん、はい、私はですね、まあ、生まれた時からアイドルです。はい、っていうことではい、そうだね、はい、そんなこんなでもうね、ごめんね、もうすぐね、終わりの時間が近づいてきてしまったんですけど、
はい、今日もね、最後まで見てくれた方は本当にありがとうございました。ありがとうございます、はい、そうですね、私たちは常にあのお便りを募集してますので、あのアドレスの方を言うのでね、よかったら皆様今日からでもいいのでどしどし送ってください、うん、アドレスは burst.girl.info@gmail.com です。もう一回言いますね、burst.girl.info@gmail.com までどしどし送ってください、はい、よろしくお願いします。告知は、はい、そしてですね、告知ということで、重大なやつなんだっけ。あ、まずお知らせを言いますね。言っていた、一番最初に言っていたお知らせなんですけど、私たち今日の、19時ぐらいに、あの19時ですね、のホームページができます。ちゃんとしたホームページ、ちゃんとしたやつ、かっこいいやつ、かっこいいやつ、すごいよ。そう、かっこいいホームページが今日なんと19時にできますので、皆さんね、もうすぐにもう見てくださいね。あのツイートするから、はい、URL、URL はね、ちょっと後でツイッターの方であのツイートするので、よかったら見てください、お願いします。はい、はいはい、そして告知の方なんですけど、私たち6月20日水曜日に初の主催ライブをやります。イエーイ、はい、第1回爆裂ギグ、爆裂ギグだよね、はい、そう、はい、演奏中はフロアから出たらダメ絶対ということで、はい、演奏中はね出ないでください。場所は初大ボールで、前売り2500円、当日3000円です、出演者は爆裂女子、キャスパさん、ミュータントモンスターさん、花火絵さんということで、この4組で最強なんで、ぜひ来てください。そして、7月20日に私 の、 あの生誕祭芝久蔵祭り2018がやります。目黒6名館です。はい、もう予約受け付けてるんで、ホームページから予約してね、はい、よろしくお願いします。激しいメンツですね。待ってます。待ってます。まあ、他にもね、ライブ情報はね、そのホームページでこれから更新していくので、はい、ぜひ見てください。よろしくお願いします。お願いします。ということでね、今日もね、あのあっという間に第4回目終わってしまったのですが、次回もね、6月の第4週目の5時、17時から17時、50分までね、50分間、はい、水曜日、はい、あの全部楽しいあのラジオにするので、よかったら、あの観覧も無料ですし、視聴も無料なので、ぜひ皆さん遊びにね、見に来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、天気悪い中ありがとう。ありがとう、本当に。はい、これからね、まだお仕事の方も皆さん頑張ってください。はい、じゃあね、バイバイ。以上、私たち爆裂女子でした。ありがとうございました。